真面目に行くわ。キャラじゃないじゃん。これ全部録音してんの？始めてますよ、最初から。え、録音ってこれ声だけ？これ画像も？顔も入ってますよ、もちろん。なんで声だけなんですか。YouTube で声だけ聞いたことないでしょ。ちょっと。まずは、オーストラリア挑戦への経緯、なぜその J リーグから今このタイミングでオーストラリアの A リーグに来たのかっていうのをちょっと聞かせてもらえると嬉しいです。まあでもやっぱり1回は日本から出てちょっとやりたいなっていうのはあって、っていうのもなんか俺のプレイスタイルが結構もう日本人っぽくないっていうか、結構フィジカル的なプレイスタイルで、どっちかっていうと俺はダイナミックに当たり負けしないとかスピードだったりとか、そういったところを武器にしてる部分もあって、やっぱそういったものがどこまで通用するかっていうのも分かりたかったし、今年30歳になるんだけど、まあそのタイミングで、まあ子供がある程度大きくなっちゃうとやっぱり友達と離れるの嫌だとか、そういうのもいろいろあるかなっていうのもあったし、あとやっぱ子供をやっぱ英語環境で育てたいっていうのも自分の中ではあって、まあ自分も海外挑戦したいし、自分も英語学びたいし、子供にも学ばせたいし、まあ、そういったいろいろな思いもあってというとこです。 J リーグとA リーグのその両方を経験されて、違いだったりだとか実際にやってみてどう感じてますか？まあもちろんテクニック的な部分だったり戦術的な部分で言ったらやっぱり J リーグのが優れてると思うし、まあかといってフィジカル的な部分だったり高さの部分だったり、そういった部分はやっぱり A リーグのが優れてると思うし、まあそれは一概にどっちがいいとかどっちが悪いとか言うんじゃなくて、それぞれのなんか国民性とかにもよるのかな。いや人はすごくいいね。うん、おっしゃってますもんね。最初僕、練習参加を経て契約した形なんだけど、やっぱその練習生との段階でも、やっぱすごいウェルカムに迎え入れてくれて、日本とか日本人っていう印象がすごくいいっていうのも感じたし、あとやっぱそのオーストラリアの国民性、すごいなんか、やっぱ移民国家だから、すごいどんな人種でも受け入れるし、すごいフレンドリーだし、すごい話しかけてくれるし、すごいコミュニケーション取ってくれるし、やっぱそういったところはすごい助けられたかな。その海外初挑戦で、そんなに英語もね、めちゃくちゃペラペラっていうわけじゃないのに、どういうふうにそういうふうにチームに入っていったり、活躍していく秘訣をちょっと聞かせていただけたらと思います。まあ最初もともと練習生として来て、でも日本人誰も知らない。土地も何も知らない。で、言葉も大して話せない。で、頼るものが何もなくて。それで A リーグのレベルがどれぐらいか分かんないし、そのチームメイトのレベルがどれぐらいかも全く分かんないけど、まあ俺は自分の中では、その最初はもう日本人ってだけで舐められてると思ってたわけ。でも、まあ実際はそんなことなかったんだけど、その A リーグの選手ってすごい J リーグに行きたい選手めっちゃ多くて、だから、いや日本ほんといい国だよねとかみんな話すし、すごい日本とか日本人の印象はすごく良くて、全然その舐められてるって印象はなかったんだけど、俺が勝手にその最初来た時はそういう印象を持ってて、で、やっぱりそういったところでそのチームに認めてもらう、馴染むにはって言ったら、やっぱりグランドで見せるしかないわけ。その練習参加、最初練習参加の期間、まあ2週間って言われてて、で、まあ1週間で契約したんだけど、その1週間はもうほんと死ぬ気だよね。っていうか、まあコミュニケーション全く取れないわけじゃなくて、多少は取ったりはするけども、あとはもう基本的にはもう実力で認めさすしかないなと思ってたから、もうグラウンドの中では別に、まあ、オーストラリア人だろうが、まあ、チームにイタリア人とかギリシャ人とかいろいろいたんだけど、まあ、別に相手が誰だろうと関係ないし、負けるもんかって、まあ、元々負けず嫌いだから、そうね、ピッチで要は認めさせればいいんでしょうじゃないけど、そういう気持ちだよね。なるほど、それめちゃくちゃいいアドバイスですよね。本当に結構気になるところで、その今井選手の、契約するまでの経緯、どういう風な感じだったのか具体的に教えてもらえると。そう、もともとヨーロッパの国で、こう、移籍先の候補があって、で、まあ、ヨーロッパとかオーストラリアって1月の31までがその移籍マーケット。で、それを超えちゃうと、やっぱ、無所属性、フリーの選手じゃないと、契約できないんだよ。で、その1月31までにオファーが来ればよかったんだけど、結局来なかったから、その1月31の時点で、やっぱ J リーグとの契約は自ら解除して、で、日本で体作りながら、話を待ってたわけ。海外行きたかったけど、いや、チームないかもみたいになって。話を待ってたら、ほんと2月の2日ぐらいかな。夜、エージェントから電話あって、で、明日の朝一の飛行機で、その、オーストラリア行ってくれ、みたいな。っていうのも、その、今いるウエストユナイテッドが、その、僕のポジションをすごい探してて、でもその1月末までに獲得できなかったと。だからもうそれ行く2月入っちゃったら、もうフリーの選手を取るしかなくて、で、フリーでその同じポジションをすごい探してて、まあ、練習参加の機会を得たと。だから前日の夜に次の日の朝の飛行、航空券取って、帰りの飛行機も取ってて、契約しなかったらもう飛行機代は自腹で。で、俺松本いたからさ、夜行バスとかもなくてさ、夜中12時ぐらいに千葉の実家の両親に迎え来てもらったからね。だって、じ
かないと間に合わねえんだもん。で、親にごめんってお願いして飛んで。で、2週間練習参加して、2週間後のリーグ戦を観戦して、帰国して結果を待つみたいな。で、契約したら家族と一緒にまたオーストラリアに向かうみたいな流れ。で、2週間の予定が1週間で、あ、もう契約するからみたいな。そう、いや、自分で言うのもなんだけど、ほんとめっちゃ、まあ日本でずっと動いてたっていうのもあるけど、めちゃめちゃ調子良くて。言ってましたね。まあ人生かかってるからさ、こっち。そしたら、その、もともと2週間後のさ、リーグ戦、予定されてたリーグ戦を観戦して帰る予定あったじゃん。そしたらもうそのリーグに、もうスタメンで使うからみたいな。嘘でしょ。仮のチケットを破棄して、で、その観戦予定だった試合に出てた。契約してから残りなんか5日ぐらいで試合だったんだよ。試合まで、4日ぐらいか。試合までにビザも取んなきゃいけないし、登録もしなきゃいけないし、ユニフォームも作んなきゃいけないしで、まあ俺もクラブもバタバタで、いろんな人の助けがあって間に合って、で、まあ無事契約して、そっから試合出てるんだけど。うわぁ、すげえなぁ。でもそこも波乱万丈ですね。何あるかわからないですよね。まあチャンスが最後の方にこうポロッと転がってきて、そこをしっかりやっぱ掴み切るってのがすごいですよね。アピールした時に、まあ、心がけてたこととか、あと何がうまくいったから契約までいったと思いますか？もうまずはプレーが一番じゃん。結局どんなに準備したって自分ができることできないことって限られてるわけ。急にその俺がメッシとかみたいに上手くなるわけじゃないし、やっぱ自分ができることって限られてるから、その自分ができるプレー、得意なプレーをやっぱ最大限出さなきゃとは思ったよね。こっちに来てその英語力の伸びとかってどうですか？自分が感じる。今井さんだってめっちゃあの日記書いたりして努力してますもんね。言うね。初めに比べたらね、ミーティングとかははるかにね、理解できるようになってる気がする。じゃあちょっと突っ込んだ質問なんですけど、いいですか？無理。いや、答えてもらいます。気になるお給料について。J リーグは結構クラブによって資金力がばらつきがあるじゃん。ヴィッセル神戸がすごいイニエスタに何十億って払ったりとか、浦和レッズがすごいお金持ってるから選手の給料が高かったりとか、逆にそのちっちゃい町クラブとかだとなかなかビッグスポンサーがいないから資金面で苦労したりとかっていう結構ばらつきがあるんだけど、やっぱ A リーグっていうのはそういうのをなくすために、その全チーム分配金を一緒にしてサラリーキャップっていう制度を取ってるわけで、サラリーキャップっていうのはその、例えばチームにじゃあ年間3億円なら3億円の資金がありますったら、全選手その給料内でやりくりしなきゃいけないっていういう制度があって、チームに1人だけマーキープレイヤーっていうのがいて、まあその本田圭佑選手とかもちろんそうだったんだけど、その選手は上限がない選手で、だからまあチームの顔になる選手。まあこれ言いづらかったら全然言わなくていいんですけど、カットするんで。じゃあカットで。一応聞きます。勝手に使うから。J1 からそのウエスタンに来て、給料は上がりました下がりました、それともそんなに変わらない？いや、これはね、結構難しくて、っていうのも、俺最初その2月に契約した時はシーズン終了の5月までの3ヶ月の契約だったんで、その3ヶ月の契約だけ見るとそんな変わらなかったの。だけど、そう、コロナの影響でだいぶ変動したから、まあ、コロナがなかったら、その3ヶ月だけ見ればそんなだったかな。来て良かった点、まあ悪かった点、別にサッカーだけに限らず、どうだった？まあ、悪かった点は、まあ、コロナの影響で今単身ってことだよね。家族が日本にいるっていう。いいのがやっぱりオーストラリアってその国柄っていうか国民性だと思うんだけど、みんなウェルカムだしフレンドリーだし、であとオンとオフがすごいはっきりしてんの。でも練習中の紅白戦とかで激しいファールとかして、胸ぐらのつかみ合いとかもたまにあるんで、でもまあ練習終わるとそいつらがまあ肩組んで普通に話してたりとか、ニコニコしながら、ピッチはピッチ、ピッチがや、ピッチがやって、すごい割り切って、まあ、そういうのはすげえいいなと思う。すごい住みやすい国だよね。気候的にもさ。A リーグチームと契約をして活躍するためのなんか秘訣っていうか、メッセージみたいなものってもらえますか？ J リーグと A リーグは別に大きくレベルが違うわけじゃないし、なんだけど、やっぱはるかに入りづらいと思う、 A リーグの方が。やっぱ語学の英語の部分だし、やっぱ J リーグでもそうだけどさ、外国人枠使うけど全然出ない外国人選手いるじゃん。みんな外国人枠って分かってるからさ、ビザも取ってるし、車も取ってるし、まあ日本だと家も用意されるし、通訳もいるしさ、すごいお金かかってるのに全然活躍しないと、やっぱチームメイトから不満出るわけ。で、そういうのを俺やっぱ結構 J リーグとかでも見てたからさ、まあ今自分がそういう立場にあるわけだから、逆に俺は絶対活躍しないといけないしさ、逆に俺が活躍しなかったらみんなにそう思われても仕方ないと思ってるわけ。責任感っていうか、普通のオーストラリア人とはやっぱ違うわけ、待遇的にも。そういったところでやっぱりその責任を果たさないとっていうのは思うよね。